ポーレ放送局です。ポーレスタッフのなこです。ポーレスタッフのあけみです。このチャンネルでは就労支援事業所ポーレの活動や就労支援に関することなどを紹介していきます。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。では今回はポーレで受けることができる就労支援についてご紹介いたします。VTR どうぞ。これから就労支援事業所ポーレの活動内容をご紹介します。ポーレに来ていただいているメンバーさんにはその方の能力に応じて様々なプログラムを受けてもらうことができます。プログラムは給食、軽作業、農作業、加工、アートラボ、リサイクル活動など多彩な内容をご用意しています。少しずつ作業に慣れていきたい方には軽作業、複雑な作業にも取り組みたい方には給食など、メンバーさんとの面談を通じて今の状況に一番適したプログラムに参加してもらいます。それでは今回はプログラムの様子を一部紹介していきます。こちらは軽作業の様子です。主に内職を行っています。時々地域のイベントで使用する飾りや準備物の作成なども行っています。一人一人のペースに合わせて作業をすることができます。こちらは給食の様子です。食堂で出す給食やお弁当の調理や配膳をしたり配達も行っています。役割分担してメンバーで協力して作業をすることができます。こちらは農作業の様子です。給食で使う野菜や企業様から委託された農作業を行います。農作業を通じて自然と触れ合うことで心もリフレッシュされ外に出るきっかけにもなります。以上のようにポーレでは様々なプログラムをご用意しています。定期的にスタッフとの面談も行いながらサポートが整った環境で就労プログラムを行ってもらいます。ご不明な点がありましたら概要欄にホームページのリンクを載せていますので、そちらをご覧ください。以上で就労支援事業所ポーレの活動内容の紹介を終わります。ありがとうございました。VTR でしたね。一人一人の方に合った応じたプログラムを受けることができるんですね。はい、そうですね。ナレーションの声もとっても綺麗でしたね。それでは今回のポーレ放送局はこれでおしまいです。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、さよなら。なごです。え、撮ってるんですか？撮ってます。あ、知らなかった。ありがとうございます。このチャンネルでは就労支援事業所ポーレでの活動いや。